飼ってくれたっていうのは一緒に北海道としてすごいこう誇らしく思ってます。例えば僕がコーチだったら、まあ推薦できないくらいブルペンのボール見たらまあ右手で取れるかくらいのボール、まあ、まあ実際ありましたけど、実際ねあったんだけども、大体パンチパーマに なんていうんですかスラックスじゃないですか、もう、まあ、まあそれがその、まあ、皆さん普通だったので、プロは球場で入っておけって言って、そう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 、綺麗なお姉さん見に行くんだったらジッパンじゃいけないよって言ったら履き替えてきましたホテルまで走ってた記憶があるよなんか変な感じになってきてるでそこにこのスピリットを覚えてもっと勝てるようになった。今日は、同郷の星野伸之君を、まあ、ゲストだったら変ですけども、まあ、後輩として呼んで一緒に話をしたいと思います。星野君は旭川で出身で、僕は函館、まあ、僕は奥尻島なんですけども、まあ、函館いうと高校からまあ東京行って、まあ、同じ阪急ブレーブスに入団って、僕の方はだいぶ早いですけども、いろいろ言うと星野君とちょうど一回り同じ馬同士で北海道であるとか同じチームであるとかいろいろ重なってるんで、今日は楽しみにしてます。今日佐藤さんのこの YouTube に出させていただくことになりまして、まあ、本当にね、現役時代からいろいろお世話にはなったんですけども、まあ、今回結構時間が空いてまして、なかなか会う機会はなかったんですけど、今日久しぶりに会えて、話ができるということで楽しみに来ました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、まあ、僕らは、まあ、阪急ブレーブスというチームで、うん、まあ、星野と会うのは、うん、やっぱり僕らの世界は1軍と2軍ではなかなかこう顔を合わせる機会がなくて、うん、まあ、星野が2軍でもうすごいいい成績を収めてて、うん、あのボールで30キロ出ないボールで、うん、なんでこんな三振取れるのかなっていうことで、まあ、1軍に上がってきたのが僕の最初の出会いです。だから投げるとこも見たことないです、はい、そうね、だから僕が2軍でいた時にですね、まあ佐藤さんと会ったっていう記憶はないですね、おそらく。まあ、どっかですれ違ってはいるんでしょうけど、まあ、ないと思います。いや多分、いや、おはようございますぐらいは多分どっかで絶対会ってるとは思うんでいや会ってないよ、時間違うから。あのシーズン中はですよ、うん、いやでも、まあ、オフとかはな、オフの、要するに阪急って今とは違ってほら自主トレあったじゃないですか、うん、もう自主トレからキャンプみたいなもんなんで、自主トレキャンプっていうところで山田さん、佐藤さん、山田、佐藤、福本さん、今井さん、そこら辺はもう別ですよね。だからちょっと遅れてくるという自主トレも、僕らは1月7日ぐらいからもう一生懸命走ったりしてるんですけども、まあ、その別枠の人はまあ途中から来て、まあ、どっかで一生懸命やってるんでしょうけども、そういう感じでちょっと距離というのは当然ね、開くかなという。でロッカーでも、まあ、僕が一軍これ上がってからですけども、うん、ね、A ロッカー、B ロッカーってあったんですけど、あるんですよ、みんな入れないから。吉さんはでも、A ロッカーのお風呂入ってましたよね。はい、おかげさんで。何歳からか分かんないですけど、僕らは2軍のお風呂に入らなきゃいけないんですよ。だからそこでなんかこう、すごく距離というのかな、レギュラークラスと、まあ、そうじゃない、まあ、僕らだったら例えば配線処理っていう、なんかそういう、まだね、一軍のローテーションに入る前はそんな感じでしたけどもね。いや本当にね、最初でもそのファームの三振のダッシュ率がすごいんですよ、うん、もう実際には見てないんだけど、やっぱり、うん、例えば僕がコーチだったら、まあ推薦できないくらいブルペンのボール見たらまあ右手で取れるかくらいのボール、まあ、まあ実際ありましたけど、実際にあったんだけどもまあこうピッチャーの場合は見た目で判断できないしね、速さでも判断できない。でも試合で投げたそのカーブ、独特のカーブがあって、まあ、実際に見てないんだけども、それがすごかったっていうコーチの人から聞いてて、まあ、それがすごかったんで、まあ、一軍に推薦してきたっていう。まあ、さすがにカーブは、まあ、独特の星野だけしか投げれない、もう本当に、まあ、スローカーブじゃないけども落差の大きいカーブを投げれたって。
のがすごい印象で、でこれで本当に抑えられるかなと、本当にもうこうやって手でも取れそうなボール投げてたんだけど、まあでもそのボールがまあこう野球の話をすると、まあ清原がね、あの対戦、まあローテーションに入った頃に星野のボールが一番速いって言ってくれたくらい、その緩急の差があったっていうピッチャーで、やっぱりまあ終わってみたらもう180いくらも勝ってて、それくらいのものを高校から出て勝ってくれたというのは、一緒に北海道としてすごいこう誇らしく思ってます。そうなんです、僕がね、だからローテーション入るか入らない時に、まあリリーフもやりながら先発もたまにやってた時に、まあ、吉さんが、まあ、当然ローテーション入ってますよね。で普通ローテーションピッチャーって大体5回ぐらいまで見たらもう帰るっていう、その時僕藤井寺で投げてたんですけど、最後まで残ってくれてて、もうちょっとこうしたらいい、こうしたらいいっていうのをね、自分がローテーション入ってみて、なかなかそういうことがね、もう早く帰って、ね、先発だから休もうなんていう感じだったんですけど、まあ、やっぱり同じ、ね、北海道ってやっぱ少ないので、まあ、そういう意味ではすごく面倒を見ていただいて、まあ、講師ともに、お酒の飲み方もいろいろ教わりましたし、うん、はい、それは言える、はい、あここまでやってもここまで飲んでもまだ練習だったらできるなっていうのは、あの鍛えられました、はい、ありがとうございます。最初はみんな怖いですよ、大体パンチパーマに なんていうんですかスラックスじゃないですか、もう、まあ、まあそれがそのまあ、皆さん普通だったの でそんなになんかなんていうんですか、その今なんかその上下関係っていうのもちょっと仲のいいね、うん、関係がすごく多いんですけども、当然もう上下関係、うん、でも、まあ、基本的にあまり喋ることはないよな、うん、そうですね、だから本当になんだろうな、だから本当に飲みに行ったりとかご飯食べに連れてってもらった時も別にそんなに野球の話することはないんだけど、たまにこう話することがすごくやっぱ耳に残るというか、やっぱり活躍している選手、実績のある選手の言葉ってのはやっぱりすごく僕は耳に入ってくるので、やっぱりこう要所要所でこう言ってることとか、たまにでもね、吉さんもね、なんかね、あの一回 何試合か打たれた時に、一回だけ飲んでた時に、お前のカーブあったらなってボソッと言ったんですよ。もう夜中だいぶ遅かったんですね、まあ、酔ってはいたんですけど、その時にね、僕も酔ってましたけど、意外と弱気なところを初めて見たと思って、いやそれがでもね嬉しかったんですよ。ですごく近づけたような感じがして、そうなんだって、スライダーもあるしね、なんかいろんなすごい球あるじゃないですか、ね、ヨシボールもあるし、でもそれで勝てなかったら、あ俺のカーブでも欲しくなるんだと思って、それはすごく嬉しかった思い出はありますけどね、はい、手で取れる球ですけどね。そうだな、はい、それは言えるな。でもね、でもキャンプ一緒だったじゃないですか、で、まあ、吉田先に投げて、僕らはもう後の方でブルペン入るんですけど、まあ、どっかでもし見てたら、あいつ大丈夫かぐらいの感じの球だったんですか、やっぱり見てて。まあそうだな。そう、まあ、でも最初に投げるとなかなか後から投げるピッチャーって見えないと、うん、もう練習もう繰り返しで待ってるってことないんで、終わったもんからこうライニング行ってしまうので、う、例えば星野が1年目で1軍来たとしたら、うんうん、僕らは最初投げたらもう1時間以上空くんで、だから見る機会ってまあキャンプではなかなかない。そうですよね。もう最後にまあローテーション入ったら同じくらいに、ね、投げていくけど、うん、最初の頃はなかなか時間が違うんで、うん、やっぱり15、6人いるんで、うん、やっぱりこう山田さんとかその辺が先に投げてて、うん、まあ40分くらいだいたい投げるんで、うん、それ終わったらもうすぐランニング行っちゃうんで、次のピッチャー来ても見ることはないですよ。だからなかなかそういう会って話するとかアドバイスとかもなかなかできないし、そうだ、だからゲームの中で気が付いたとこを、うん、まあ、ローテーションで投げるようになってから話するようになったくらいで、なかなかグラウンドでキャンプとかは時間がこうランニングの時は一緒になるけど、ブルペンはなかなかない、うん、だからこう思ってても言えないことも結構あるし、そうです、そうですね、うん、そう考えたら僕らの方がだから山田さんとか佐藤さんが投げててなかなか終わらないわけです、やっぱり投げ込みがあるから。でその後に会うのが全体練習のピッチャーのランニングかな、うん、でその後に僕ら若手だけのランニングが残ってるんで、でその若手のランニングの時に吉さんとかこう帰っていくのを見てて、あいいなっていう早く俺も早くあの時間に帰りたいなっていうのはもうずっと思ってました。でも思ってましたでもその時だからファームのコーチ足立さんと山口さんだったのかな、で若手2年目か3年目ぐらいまで集まって、はいタイムとかって
ってやってる時に、うん、こうやって一周走ってぜいぜい言ってる時にこうパッと上見上げたら帰ってるわけですよ、佐藤さんと今井さんとかと今からどうするんだろう、今から昼寝するんだろうかとか思いながらでもそういうふうにならないとダメなんだなっていうのはすごく感じましたね。でもね、いや別にないよあのでも本当にだから、まあ、北海道っていうのもあるし、うんね、まあ、北海道さっき言ったみたいに、はい、吉野が言ったみたいに少ないし、でそういうことがこうあるんで、やっぱりある程度ローテーションに入ってくれないと釣り歩けないし、うん、でそこまでなってくれたら、まあ、まあ酒も飲めるし、うん、まあ、俺の野球の生活は野球か酒かしかなかったからその中で打たれたらうさばらし、勝ったら喜びっていうのを繰り返しで20年間やってきたんで、はい、それはあのだいぶ受け継ぎましたどっちにしろ飲みに行くんかいっていう話なんですけど、あとだから普段は、ね、ほとんど遊びってないんで、うん、まあ昼出て歩くわけじゃないし、だから投げてナイター終わって、まあ、ローテーションに入ってくれたら投げる時まではないんで、はい、一緒に行く時間が結構できたんで、はい、じゃあ行くか飯食いに行くかって言って一緒に行くようになったのはローテーション入ってから。そうですね、うん、まあ、その中でこう野球の話、まあ、もう一人ね、あの古水ってやつもいたんだけども、うん、まあ、こいつと3人でよく、うん、だからそこに入ってくれないとなかなか連れていけない、うん、中継ぎはもうずっとブルペンにいないといけないんで、うん、もうさっき言ったみたいに先発はもう練習してホームだったらもう試合始まる前に帰るし、ホームはなかなか飲み行けないですけど、うん、やっぱりビジターの場合はホテルで5回くらいまで見たら帰れるんで、はいはい、ちょうど5回終わるとちょうど8時くらいでいい時間っていう、うんうん、出ていくのには都合いいかな。そうなんですよでここで一言言っていいですか、あのいいんですよ、飲みに行かせていただいて、別にそこで早く酔っ払おうが何しようがそこは全然怒られないんですよ。酔っ払っちゃいけないなと思って最初は飲んでたんですけど、別に酔っ払っても寝てても怒らないし、ただ出発時間が遅れると結構お前何してんだお前っていう風な、だから8時までに、ユニフォーム着ているとちょっと怒られてましたね、まあ、まだ今も来てんのみたいな感じで、あこれまでいやいやもうホテル帰ったらすぐシャワー浴びますからみたいな感じで、分かったみたいな、でそこからすぐパーンって、なんで風呂は球場で入っておけって言って、そう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 、確かにそれはもう何回もやりました。ホテルの風呂よりもね、球場の風呂とかが広いんだから確かに確かに、ただそういう時に、ね、着替えを持ってきてなかったりジャージを持ってこなかったりとか、まあいろいろありまして、でも言われてたんでね、それは僕が悪いんですけど、行く行かないは聞いて、行きたいって言ったらそういうふうにちゃんと準備しろって、そうだったら8時にはお前用意しとけよみたいなそれがちゃんとしてないともうすごいあの怒られました。そうだなと思って、うん、はい、そうだよ、だってそこからだってご飯食べて、ご飯はまあまあそんなに球場で食べれてるんで、うん、そんな細かな話はどうでもいいかもしれないですけど、はい、いやいや、そこからが大事なんですよね、飲みに行ってから、そこからですよ。でたまに喋る野球の話がすごく楽しかったですね。一番行ったのは、まあ、新宿だな。あ、最初の頃新宿よく行ってましたよね、うん、まあ、新宿がオンリーだったから、大学の時も新宿だったん で新宿には北海道でから出てきて働いてる人がすごい多かったです。で仲良しも多かったし、うん、まあ、そこ行くと安く飲めるし、うん、もう当時3000円くらいだったからね、うん、まあ飲み放題にしてもらって3000円だから、2人で行って6000円くらい、そうそうそう、佐藤さんのおかげでそうなんですよ。だからまあいいお店もなんかいつの間にかその佐藤さんが作り上げた飲み放題もう結構な高級なねお店でも割安でもうこれだけ払えばもう何飲んでもいいみたいなのを作り上げてくれて、まあ、そのおかげで僕らも単独で、いや、それでないといけないし、うんうん、仲良しのお店なんで、うん、それをまあまあ、月に何回かしか行かないんで、うん、それをお願いして、で2人とか連れて行ったら1本くらいすぐなくなっちゃうから、条件は飲み放題っていう、うん、でその交渉の仕方がすごいなと思ってあのまあまあ普通じゃ飲めない金額ですよね、まあ、あの交渉してる金額が、あこれで何分でもいいの飲んでっていうのでやっていただいたんで、すごい本当若い時はありがたかったですやっぱり誰かそういう知り合いがいないと、うん、なかなかそういうのは行かないんで、うん、新宿は大学の時から行ってたんで、うん、行ったらもう北海道出身の人がすごい多くて、うん、でそういうある程度偉くなってるとそういう融通も効くんで、うん、まあそういうおかげで楽しく飲めました、うん、それから徐々に高級トレーナーになって
飲み屋も高級な方に移動してサクセスストーリーですね、うん、そう、新宿のバス停からちょっと高級な方へこう、うん、そう移動していったっていうの、それもちょっと一緒にこう行ってた知り合いがそっちの方に移ってくれたのもあるんだけど、まあそこもすごい、そうですよ、僕だから初めてそのすごい高級なところに連れてってもらった時に、遠征用の服ってジーパンしか持ってってなかったんですよ。で、飲み行くぞって言われて、いや、そうそう、僕ジーパンしかないんですけど、いいよって言って、そこの高級店に着いた瞬間に、お前なんでジーパン履いてきたんだって言われて俺ジーパンしかないって言ったんですけどあ、そうかとかって言ってましたけど、まあそんなところ面白かったんですけどね、今となれば。いや、今はね、うるさくないけど、昔は結構うるさかったんですよ。ジーパンは禁止の店は次が多かったんですよ。ですよね、うん、まあ、まあライブなしで名古屋にもそういう話があって、うん、まあ僕の知り合いが名古屋でご飯行こうって、星野と長谷川、ね、メジャーに行った長谷川と2人誘って、ご飯は別にジーパンでいいんですよ。あった、うん、で今からまあクラブ飲み行くけどジーパンは入れないからって、お前らどうする、僕一回取りに行って、だって一回ホテル帰った記憶を今思い出しました、うん、帰ったよ、はい、行きたいです、ね、じゃあジーパン履き替えてこうやってホテルなしって2人で戻って出てきたっていうエピソードもありました。名古屋は、ね、今思い出し、名古屋は特にうるさいんですよ。だから上着がないと入れないとか、そういう店も名古屋は結構うるさい店があって、まあ綺麗なお姉さん見に行くんだったらジーパンじゃいけないよって言ったら履き替えてきましたホテルまで走ってた記憶があるよなんか変な感じになってきてねいや、思い出話だから。そうですね、思い出話ですよね。いや、そうですね、全然野球の話しないですけどいや、まだまだこれからですね、うん、はい、ありがとうございます。徐々に徐々に、はい、まあ今まで一緒にこうやってきたね、はい、同じチームでやれたってことがすごい嬉しい、はい、本当にもう本当に不思議に思うけど、もうあのボールでなんで180勝てたかもう不思議でしょうがないんだけど、だから今日もいろいろ話したけど、まあ星野がその今で言うフォークボール、うん、それをまあスプリットっていう形で投げ出してからあの勝ち星がすごい増えたというのは記憶にある。それをもう本当にしっかり広げて挟むんじゃなくて浅く挟んで、星野がつけたわけじゃないけどスプリットってまあ呼び出した頃がちょうど星野が投げ出した頃かなって俺のイメージではそれがある。でそれを投げ出してからもう勝てるようになってきたって。まあ星野のバックスイングって独特なんだけども、もっと大きかったのそのボールを投げるようになって本当に猫みたいなバックスイングになっちゃったんだけど、星野がねこう打たれるのはもうのカーブがもうまっすぐに落ちてる時とキャッチャーの方にミットに来る時でも簡単に分かるんですよ。それがもうキャッチャーに届くように曲がってくるともう今日は捕まるっていうのはもうはっきりしてた。それが縦にブレーキが効いた時はみんな空振りするっていう、まあ、分かりやすいピッチャーだった。だからこう自分がこう外から見ててもすごい怖いのよね、スピードがないから、うん、こう連打されたら止まんなくなるっていうイメージがすごいあるんで、うん、はい、それをなんでこう抑えてるのかなずっと考えてた。そのカーブが縦にブレーキ効いて落ちてきてる時と、うん、ブレーキが効かないでミットの方に来てる時は捕まってしまうっていうのは自分の中でこう、ああそうかあそこかっていう、でそこでまあ清原がね一番速いと感じたそのまっすぐの差がその80キロくらいのね、うん、カーブと、まあ、40キロ以上 の, 差あの関係の差があるんで勝てるっていう、うん、バッターってやっぱりそれ待ったらピュッとたった18メーターしかないからいくら遅くても時間的には160キロ出るピッチャーともそんな変わんない時間的には。だからその早く感じる、だからそれで勝てたっていう、でそこにこのスピリットを覚えてもっと勝てるようになったっていうのがまあ俺のこう一緒にやってた印象なんだけどね、うん。